ねえねえ、あ、今日れいちゃんいないじゃん。うん、でも聞きたいことがあるんだけど、いい？いいけど、え、なになに、え、撮ってんのそれ？え、なになに、え、いいよ、とりあえず聞くわ。うん、ゆうた付き合って4年じゃん。うん、いろいろれいちゃんのいないとこだからぶっちゃけて話すことあるんかなって思って。あー、そういうやつね。そう、ここで一旦企画説明。今回のミッションは彼女の本音を探ること。もちろん仕掛け人はこいつ。今日は彼女の親友からドライブするとタレコミがあったので協力してもらって、いろいろ本音を探っていくよ。へいへいへい。付き合って4年で別れたいって本当に思ったこと何回ある？別れたい、ガチの別れたいだよね。うん、別れたい、ガチの別れたいだよね。うん、多分2回。なるほど、リアルに言うと多分2回かもしれん。え、聞ける？言えるやつ。1回目は、うん、まあ、3ヶ月よ。3ヶ月目、交際3ヶ月目。うん、で2回目は比較的最近で、大喧嘩したやつがある。何で？ちょっとあダイエットのことなんだけど。あ、そう、大喧嘩したやつがある。だからその時に多分レイもだし私もなんだけど、お互いにもうなんか無理かなって、ちょっと本気で別れを考えたというかよぎった瞬間だったんじゃないかなっていうのは思う。なるほどね。じゃあ次行くわ。めっちゃおもろいんだけど。直してほしいととかある？な、あやー、あー、あ、これガチで答えんだよね。そうだよ、ガチ。ガチで、なんかね、いや、これ言っていいのかな、言っていいかちょっと微妙だけど。いいや、ぶっちゃけて。大丈夫、いないから。なんかね、ちょっと大雑把すぎる部分があって。どんな？パジャマを結構長く着がち。パジャマを結構長く着がち。ずっと着てるってこと？いや、ずっとは着てない。ちょっと長く着がち。だからずっと着てるって多少語弊があるからね。洗わないってこと？え、じゃあ長く着ちゃう。とりあえず長く着ちゃうってこと？なんかある、ちょっとネガティブに言うと、まあ。ちょっと大丈夫かなっていうところなんだけど、ポジティブに言うと、節約か。なるほどね。うん、水と洗い物、洗剤と、そう、洗い物少なくしてる。水と洗剤の。そう、節約かな。節約か。なるほどね。いや、ほぼ毎日のじゃん。うん、マンネリとかなんだよ。マンネリ、あ、関係、え、もう夜とかも全部含めて。全部。夜は初々しさがなくなるじゃん。それはね、やっぱりね、うちら仕事も一緒だからガチで毎日いるじゃん。うん、ずっといるよね。最初から最初からマジずっといるから、やっぱりなんかこう家族っぽくなっちゃう部分ってめっちゃあって、それもこうある意味いいことでもあるし、その恋人っていう関係性が薄れちゃうっていうのもあるんだけど、まあマンネリはある。でも楽しさは爆上がりみたいな。おー、何回ぐらいしてんの？最近ね、月、もう月になってる。月に2とか。まあでも4年2、3？ 月に3？ 2、3、まあ多い方じゃない？月多い方？うん、でもはたまた月に1回の時もあるんだけど、週に3回とか週に2回の時もあるんだよね。あ、まあでも4年いれば数知れずだよ。そう。そうなの。そうなのよ。同棲して4年とかずっといるからね、もう。最初の頃はどれくらい？最初の頃はもう、1日何回？1日ちょっと何回か分かんないんだけど、なんか本当に時間があればずっとしてた。時間ずーっとしてた。マジでずっとしてた。やばいやばいやばい。ちょうどさ、お互いのなんか
多かったからね。そう、2人ともこう野生だった。野生だったからね。うん、確かに。4年毎日いるとさ、女として見えれなくなったりする。なんかちょっと髪型変えたりとか、うん、服装っていうか化粧とか、髪の毛バッチリとか、そういう時はやっぱりすごく可愛いなと思うし、キュンキュンするの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 、うん、でもやっぱりあの一本縛りで、すっぴんでちょっとあの適当な服とか、してたりとか、やっぱりこうあのなんだろう、レイちゃんのすごい良さが全開の時、あのギャグ線が高すぎるレイちゃんの時とかはそういう風に見れてない時もある。まあね、女としてとかじゃなくても、そうでもすごいなんかもう楽しいよね。楽しいけど、なるほどね。参考になるわ。YouTube やってもうすぐ3年じゃ。うん、そんな経ったのか。やばいね。 YouTube どう？楽しくないなって思う時もあったりもするけど、うん、でもいいこともすごくたくさんあるし、やっぱレイと一緒に何かやってるっていうのはすごい楽しいから、だから続けてられるし、見てくれる人たちとかからあったかいコメントとかもらったりすると、やっぱそれだけでもやる気が上がったりとか、すごいなんか嬉しいから、うん、そういうなんかすごい楽しい。やっぱりテレビアンカップル。じゃあこれを見てるレイちゃんに一言もらってもいいかな。これを見てるレイちゃんに一言、これ見てるレイちゃん見てるぞ。これを見てるレイちゃんに一言、実はレイちゃんからね、4年経って聞きたい曲をお願いされてね、今回回してたね。編集するのはレイちゃんだから、編集するのレイちゃんだから、よし大丈夫かな、なんか やばいこと言ってないから。レイちゃん愛してるよ、レイちゃん愛してるよ、レイちゃん。でレイちゃんに一言、レイちゃんいつも私に幸せをありがとう。本当にレイちゃんといると毎日があっという間に楽しく過ぎていきます。これからもっと先も愛してます。そして一緒にいましょう。感想言っていい？いや、なんかさ、すごい新鮮なんだけど、これカメラ回してんのがガチで、普通にもうあのめっちゃ仲いい親友が回してくれてるんだけど、いやこれはめちゃくちゃ新鮮。実感できるなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。